ドキドキウェーイ。私ドグちゃん、次の妖怪はなんと H カップドキン。次回妖怪父デカ登場。お前も誰見るドキよ。次回の道具ちゃんはきっと怒れる男なんだよ。物を大事にしないと天罰が下るドキよ。次回妖怪放置自転車登場。社会風刺もやってるドキ見るドキよ。次回のドグちゃんは、ドグちゃん、マコトの様子がなんか変ドキ。次回、妖怪ブレイコー登場。思春期の暴発ドキか。見るドキよ。社会に抑圧されてるみんな、今こそ立ち上がるドキ。次回、妖怪カニ高専登場。呪怨の清水隆が育児のボールを妖怪にしたドキ。見るドキよ。次回のドグちゃんは、ドグちゃん見てはいけないものを見ちゃったドキ。もしかして。次回妖怪人形使い登場。見てね。怖いドキよ。さよならドグ。ドグちゃんが死んじゃったドキ。マコト何とかするドキ。本当気しようがって。次回妖怪ピーヨン登場。いろいろ次回のドグちゃんは、人間の女はいくつになっても恋をするものどき。愛よりの恋。次回妖怪恋しくて登場。異性が飛ぶ女見るどきよ。次回のドグちゃんは、胸のでっかい恋の三角関係って面白いどきね。次回妖怪肉食姉妹登場。ドグちゃん剣山見るどきよ。次回のドグちゃんは、だったらうちのお母さんやっつけて。母親のいない誠には辛い問題どきね。次回妖怪親もどき登場。行けよ誠。はい来たどきや。見てね。次回のドグちゃんは、ついにあの人が来るどきよ。杉原家がまたもや大変なことになってるどき。次回妖怪まぶたの母、まずは絶品見るどきよ。次回のドグちゃんは、ドグちゃんは一体どうなるドキか。泣いちゃダメドキよ。最終は妖怪まぶたの母後編。さようなら。ああ、そういうことだったと。